速報森保監督が富に感謝、母の闘病中も代表招集に応じてくれた。冨安は28日のシェフィールド戦でアーセナル移籍後初ゴールを記録。試合後に自身の SNS でこのゴールは昨年亡くなった母に捧げると綴った。森保監督はお母さんが闘病している時も代表に来てくれて、日本のために戦う姿勢を見せてくれた。集中できないようなメンタリティの中でも頑張ってくれていたなという姿を見せてもらっていたと、辛い思いを抱えながら日本のために戦った姿に感謝の言葉を述べた。故障を乗り越えて9月の欧州遠征から代表に復帰した冨安に故障の以前よりレベルアップしていると称し、お母さんが天国から見守ってくれていて、本人の成長にもつなげてくれているのかなと思うと話した。泣いちゃう。世界のトム大変な中、頑張ってくれてありがとう。本当に辛い時期でも代表来てくれてたんやな、涙出る。トミ、マジで最高かよ。でも無理はせんでくれ。森保さんも状況考えて招集しないとかいう選択も取れただろうけど、冨安は納得しなかったんだろうな。母が戦ってるから俺も戦う。って、勝つってことだったのかな。本当に泣けてくる。冨安選手マジで応援してる。スーパートミ、いい笑顔で嬉しかった。アーセナルでも代表でも愛されてるんやな。森保監督も難しい選択だったと思うけど、あえてそうしたんだと信じたい。トミ、勇敢すぎるよ。